はい、どうも一応です。今回はですね、特にガチャ引くわけでもなく、ダンジョンに挑むとかそういうことでもなくですね、前回のガチャ動画でですね、かなり強い武器たくさん、いただきましてですね、フレンドのサポーター設定をやりたいと思ってます。まあちょっとね、ごめんなさい、ちょっと喉の調子悪いんですけどねはい、ID とかちょっと載せたくないので、まだ設定画面にはいかないんですけど、今のところは初期の弟子の断撃のグリモワになっております。はい、これをですね、まあ誰にしようかなと思いましてですね、まあ新壁でもいいんですけど、新壁はね、まあ結構いらっしゃるんですよね。フレンドにしてくださってる方、フレンド設定してくださってる方ね、いらっしゃるから、やっぱこの辺にしようかな。デュースとかはい、踏みとどまるとか、まあこの辺かなね、新しくもらったやつにしようかなと思ってます。まあちょっとまだ何にするかって悩んでるんですけど、多分この辺、新壁かこのデュースのこの即回復即踏みとどまるか、モグのこれデバフのやつで、プロシェルヘイストデバフのやつ、のどれかにしようかなと思っております。はい、それでですね、設定をするわけなんですけども、まだね、ちょっと弟子のね初期のままで、なんですが、じゃあいつその設定をするかと言いますとですね、フレンドのサポーター設定ね、フレンドさんを募集したいと思います。はい、まあ僕のね、チャンネル自体そんな人数、視聴者さんいらっしゃるわけでもないですし、まあさらにその中でこの、レコードキーパ メインでね見てくださってる方って、まあ本当に指で数えるぐらいしか多分いらっしゃらないかなっていう気はするんですけども、まあ初めてねこの動画から見に来ましたとか、適当に YouTube でフレンド、募集とか、検索したらヒットしてここにたどり着きましたという方でも全然構いません。全然構わないので、ぜひともねフレンド、募集しますので、何かしら連絡いただきたいなと思っております。はい、で連絡方法はですね、まずこの動画のコメント欄に、ID プレイヤーの名前と、ID と現在の何ですか、サポーター誰の何の技に設定しているかっていうのを表記していただいてですね、僕が、それを追跡して、フォローしますので、フォロー返ししていただければ嬉しいです。まあ枠100だったっけ、多分ってか、まあ全部埋まることないと思います。はいないと思います。僕のリスナーさん何人いらっしゃるかでも本当数少ないと思うんでね、もう本当に超弱小チャンネルですから、あんまりいないと思うけども、でもまあ何かの縁でね、またここにたどり着いたっていう方はですね、ぜひともなんていうか、フレンド、なっていただきたいなと思っています。この動画のコメント欄以外でも、例えばこの YouTube のアカウントちょっと持ってないんですよっていう方はですね、スタミナじゃねえや、なんだっけ。今ちょっとね、ごめんなさい、これ目に入ったんですよ。ツイッター投稿でスタミナ全回復。これがちょっと目に入ったもんですから。ツイッターの方でですね、はい、募集します。はい、DM でも構いませんし、何ですか。そうですね、レコードキーパー、FF レコードキーパー、
フレンドを募集しますっていうねツイートしますから、そこに、ID やらプレイヤーの名前やら、何ですか、誰の何の必殺技を使ってる、あのサポーターにしてるか設定してるかっていうのを表記していただいて、僕がそちらの方を追跡していきますんで、そういう形になります。Twitter も YouTube もアカウント持ってねえよっていう方はちょっとお手数かけるんですが、まあステアカーでもいいのでね、作っていただいて、なんていうか、まあ表記していただきたいなと、コメントなり、ツイートにね、表記していただきたいなと思っております。ちょっとお手数かけますけどね。はい、まあ常にフレンドは募集します。1回の募集で100の枠が全部埋まるとか、抽選で選ばなきゃいけないなんてことはほぼほぼないと思うんで、僕のこのチャンネルではね。なのでまあ順次、表記された方から追跡していって、フレンドを申請させていただきたいなと思っております。はい、冒頭でも申し上げましたけども、大体ねフレンド申請終わったら、新壁かデュースのあの即回復即踏みとどまるか、モグのデバフ&プロシェルヘイスト、そのあたりをとりあえずは、サポーターとして設定したいと思っております。はい、あとはね、まあこの実況を始めた当初から言っておりますが、前は別なアカウントでね、まあそこそこやってたんですけど、一回飽きてやめちゃって、またこの新しいアカウントで始めた次第でございます。なので、飽きたら私、このゲームやめますということを、ちょっと頭のね、片隅に置いていただきたいなと思っております。なんかいつ最近、ログインしてねえなみたいな感じだにねなりましたらですね、あのやめたと思っていただきたいと思ってます。まあ、まだまだね、マスキやようやくマスキにたどり着いたばっかなんで、まだまだあの突き詰めていきたいとは思ってるんで、明日明後日やめるっていうことはないと思うんですけどはい、頑張りたいと思います。じゃあそんな感じでね、フレンドを募集しますので、お待ちしております。何人来るかな？一人、二人でも来てくれたら本当嬉しいですね、これね。はい、じゃあそういうことで、皆さんのご応募多数お待ちしております。はい、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。